ニジンスキー、競争馬ニジンスキー、ニジンスキー、1967年から1992年は、カナダで生まれ、アイルランドで調教された、競争馬である。史上15頭目のイギリスクラシック三冠馬、タネボ馬としても1986年に、イギリスアイルランドのリーディングサイアーとなった。名前の由来は、ロシアの伝説的なバレエダンサーである、バーツラフ・ニジンスキーから、 ニジンスキーは1967年2月21日にカナダのウィンドフィールズファームで生まれた。生産者はエドワード・プランケット・テイラー。ニジンスキーの父はそのテイラーが生産した後の大主母はノーザンダンサーで、ニジンスキーは2世代目の産区となる。小型場が多いノーザンダンサー産区にもかかわらず、ニジンスキーは対抗、飛行イコール首と背の境から、 足元までが170センチメートルを軽く超える大型馬であった。母のフレーミングページもテーラーの生産場で、カナダのダービーに当たるクイーンズプレートを打ち、アメリカのケンタッキー・オークスでも2着に入った実績を残していた。テイラーは生産場を売りに出し、売れ残ったもののみ自ら所有していたことで知られる。ニジンスキーは1968年の夏に6万カナダドルで売りに出され、 購入を申し込む者が3人現れた。3人の間で入札が行われた結果、8万4千カナダドルで、宝石賞のチャールズ・ W ・エンゲルハードが購入することになった。ニジンスキーがエンゲルハードに購入されるきっかけとなったのは、アイルランドの調教師、ビンセント・オブライエンの目に留まったことにある。オブライエンは、エンゲルハードに頼まれて、リボーの参を見にウィンドフィールズファームを訪れて、 いたのだが、目当てのリボーサンクよりもニジンスキーに目を奪われてしまった。ニジンスキーは、オブライエンのバリー・ドイル旧車に入球し、アイルランドで競争生活を送ることになった。ニジンスキーは、最初の四戦をアイルランドのカラケーバ場で走った。1969年7月、ロックハロン、約1207メートルのアーンメイドンステークスでデビューした。人気は、 1> 約1.4倍で、リーアームウォード、ライアムウォード騎手を背に2着のエブリデイ、エブリデイに馬身をつけて勝利した。2戦目はロクハロンのレールウェイステークスで、デシース、デシスを下して勝った。3戦目はロクハロン63ヤード、約1265メートルのアングルシーステークスで、2着のエブリデイに3馬身をつけて優勝した。4戦目のベレスフォードステクスでは、 デシースに4分の3馬審査まで詰め寄られたが勝利した。デシースは後にナショナルステークスを勝ち、翌年にはアイリッシュに戦技に良かった。この時点でアイルランドの2歳チャンピオンを決定的にしたニジンスキーは10月にイギリスの2歳チャンピオン決定戦となるデューハーストステークスに遠征した。新たにレスター・ピゴット騎手が手綱を取り、 未勝利場のリコールド相手に3場審査で優勝した。この年の成績を5000全勝としたニジンスキーは、アイルランドとイギリスの両国で2歳チャンピオン取った。これ以降も、アイルランドのレースではオード、それ以外の国のレースではピゴットがニジンスキーに、起場した。翌1970年4月4日、ニジンスキーは、カラー馬場のグラッドネスステークス、グラッドネスステークスで復帰した。 このレースでは初めてコバと対戦することになり、ババ状態も悪かったが、2着の D プラン、前年のアイリッシュセントレジャー2着馬に小馬シの喫茶をつけて優勝。続いて、同月29日にイギリスクラシック3冠、第1戦の2戦ギニーに出走。後方から追い込み、イエローゴットに並ぶと、イエローゴットとの競り合いの末に、最後は突き放し、2馬身半の喫茶をつけて優勝した。 6月3日に行われたダービーステークス、エプソムダービーでは、ニジンスキーは一番人気に支持されたものの、単勝オッズは生涯で最も高い2.4倍となった。1マイル半、約2423メートルのダービーは、ニジンスキーにとっては距離が長すぎるのではないかと懸念された。父のノーザンダンサーは12ハロンで行われたベルモントステークスで3着に敗れていたし、 母のフレーミングページも1マイル半のレースに勝ったことがなかった。後方から一気に追い込む2000ギニーの勝ち方は短距離場の印象を与えた。最大のライバルはフランスのジル・ジャイアと見られた。ジルはーワードの3区でフランスですでにダリュー賞やオカール賞といった中長距離の重賞を勝っていた。このか、デュパン賞のカチューマスティンティノや オブザーバーゴールドカップ優勝馬のアプルーバル、アプルーバルがこれに続いた。大型馬のジルはスタートでゲートに頭をぶつけてしまった。ニジンスキーは有力馬たちのマークに遭い、他の馬に取り囲まれた。残り400メートルほどの地点でジルが抜け出して先頭に立った。しかし、ピゴット騎手は最後の直線に入るまで追い出すのを待っていた。ニジンスキーはものの数カンポで、 ジルを一気にかわし、二馬シ半差をつけて優勝した。優勝タイムは、当時マームードに次ぐダービー史上二番目に早いタイムであった。二着にはジル、三着にはステンティノが入った。その後アイルランドに戻り、6月27日のアイリッシュダービーに出走した。目星相手は、ダービー五着のメドービル、メドービル程度しかおらず。 メドービルにサンバシンの喫茶をつけて優勝した。アスコット競馬場で7月25日に行われる、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスは、初のコバとの対戦になった。同世代のサンサイ・ウマは、ニジンスキーとの対戦を避けて出走しなかった。前年のエプソムダービー優勝馬、ブレイク2位、前年のワシントン DC インターナショナル優勝馬のカラバス、 コラボスなどと対戦することになった。とはいえ、ブレイクニーはダービー優勝後は低迷していたし、カラバスも不審続きでメンバーはニジンスキーを除くと、イギリスのチャンピオン決定戦にふさわしいメンバーではなかった。ニジンスキーは後方からゆっくり進み、残り200メートルに達する前に一気に先行場をまとめて交わした。ピゴット騎手は残り50メートルの時点で後方を確認して、 タズナを緩める余裕があった。日着には庭審査で、ブレイクニーが入った。無敗のままイギリスダービー、アイルランドダービー、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスの三つのレースを制したのはニジンスキーが初めてだった。ニジンスキーには、当時の史上最高価格である五百四十四万ドル、一株十七万ドル三十二株のシンジュケートが組まれ、翌九百七十一年の春から、 アメリカ合衆国ケタッキー州にあるクレーボーンファームに種ぼばして繋ぎをされることが決まった。また、ニジンスキーの秋の目標は外旋門賞で、さらにその結果次第ではアメリカのマンノーウォーステークスに遠征すると発表された。ところが夏の間に重い真菌性皮膚炎を患い、肩脇腹の毛が全て抜けてしまった。このため、秋へ向けての調教に遅れが生じた。 陣営は生卵やスタウト、酒の一種をニジンスキーに与えて体力の回復を待った。10月上旬の外旋門賞を目指すニジンスキー陣営では夏の間のトラブルでスケジュールに狂いが生じてしまった。9月上旬になってようやく一応の出走体制が整ったものの外旋門賞に挑む前の手頃なステップレースが見当たらなかった。陣営は負担重量が手頃で これといった強敵もいない9月中旬のセントレジャーステークスに出ることにした。セントレジャーステークスはイギリスのクラシック3巻の参戦目にあたる。しかし、1935年のバーラム以来3冠達成馬は出ておらず、オブライエン調教師が管理した1968年の二巻馬、サー・アイブーは外戦門章を目指すためセントレジャーに出なかった。 オブライエン調教師は乗り気ではなかったが、馬主のエンゲルハードが、ドンカスタ競馬場からの出走要請に、アメリカ人らしい愛想の差で応えたと言われている。レースでは2着目ドービルに一馬身の喫茶をつけて、勝利を収め、結果的に、バーラム以来35年ぶり史上15頭目のイギリスクラシック3冠馬となった。無敗での達成は、オーモンド、アイシングラス、 バーラム以来史上4頭目の快挙だった。長距離のセントレジャーステークス、約2937メートルを買ったことで、ニジンスキーのスタミナを不安視する声も、ほとんど聞かれなくなった。しかし、ニジンスキーは、レース後、体重が29ポンドも減ってしまっていた。10月4日、ニジンスキーは、フランスのロンシャン競馬場で行われる、凱旋門賞に出走し、 単勝を追1.4倍の一番人気に支持された。ニジンスキーの状態に対して、若干の不安を申し立てる者もいないわけではなかったが、アイルランドでの主戦である、ウォード騎手が、もしニジンスキーが負けるようなことがあったら、裸でアイルランドまで歩いて帰ってやるよと、豪語したように、大多数はニジンスキーが12戦全勝で、凱旋門賞を制すると信じて疑わなかった。 相手の筆頭は8.5倍のジールで、ニジンスキーとは対照的にダービーの後は7月末のサンクルー対象点を買って、ゆっくり休みを取って挑んできた。3番人気は9.75倍のイタリアバオルティスで、イタリア対象で、デシースを5場審査で破り、さらにいくつものレースを圧勝して、イタリアでは第2のリボーと呼ばれていた。4番人気。 20倍のササフラはフランスだけで走っていた馬で、フランスダービーの優勝馬である。ササフラは、仕上がり不足のロワイヤルオークショーで本命になったが、不利を受けて2位になり、結果的に1位の馬が膠着になって繰り上がり、優勝したのだが、この印象が悪く、外線門賞では人気を落としていた。レース前のパドックでは、カメラマンと大観衆に取り囲まれて、 ジルが激しく入れ込んで発汗し、何度も後ろ足を跳ね上げていた。ニジンスキーも同じように発汗して、ダービーや、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスを買った時ほど状態は良くないように見えた。スタートすると、有力馬のペースメーカーが飛び出し、ササフラ、オルティスラがこれに続いた。ジルは抑えられていたが、折り合いを書いていた。ニジンスキーはいつものように、 後方十番手に控えていた。坂の頂上を過ぎたあたりでオルティスが先頭に立ったが、直線に向くと追走が苦しくなった。ニジンスキーは、進出を始めたが、まだ先頭から十馬進後方だった。残り四百メートルで、ササフラが先頭に立ったが、ニジンスキーはようやく外に行き場を見つけたところで、まだ八馬進遅れていた。残り二百メートルのところでニジンスキーは、 ようやくいつもの伸び足を発揮し、束を抜いて笹ササラの後ろまで追い込んできた。笹ササラに並んだのは残り100メートルで、あと90メートルの地点でやっと首一つだけ笹ササラを抜いて先頭に出た。しかしその直後、ピゴットがニジンスキーに無知を入れたところ、それまで無知で叩かれた経験のなかったニジンスキーが驚いて、左に寄れてしまった。残り20メートルで、 ササフラが差し返したところでゴールとなった。写真判定となったがニジンスキーは頭差の2着に敗れた。ババ状態は理想的な状態ではなかったが従来のレコードに1秒差に迫る早いタイムでの決着だった。ニジンスキーはアメリカ遠征をキャンセルして13日後のチャンピオンステークスに出走した。ニジンスキーの引退レースを見ようと2万人の 大観衆が押し寄せたが、その結果ニジンスキーは動揺してひどく発汗し、極度に神経質になっていた。ニジンスキーは残り200メートルで2番手まで上がったが、そこから伸びずにロレンザッチを、ロレンクスをの2着破れた。ニジンスキーはこれを最後に13戦11勝で引退した。外戦文章の直後から、ニジンスキーの敗戦理由が取り沙汰された。 翌1971年に、ミルリーフがダービーとキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスを勝った後十分な休養を取って外線門章を勝った。また、種ボバとなったニジンスキーは、ノーザンダンサーの後継種ボバとして、父同様一大血統勢力を構築した。ニジンスキーは父ノーザンダンサーの146頭よりも、 多い155頭のステークスウィナーを排出し、1986年にはシャーラスタニ等の活躍で AI リーディングサイアーになり、北米でもファーディナンド等を排出したことによって2位になる活躍を見せた。北米ではリーディングサイアーを獲得することはなかったが、リーディングサイアー10位以内に10回ランクインした。にはラムタラやゴールデンフリー シャーラスタニといったエプソムダービー優勝馬をはじめケンタッキーダービーブリーダーズカップクラシックを制したファーディナンドシュボバとして活躍したジョッケクルブ賞優勝馬カーリアンやグリーンダンサーがいる。またアメリカの三冠馬シアトルスルーの判定で1985年にキーインランド一歳馬セールで史上最高額となる310万ドルで取引された馬 後のシアトルダンサー E も、ニジンスキー産区である。日本へは、マルゼンスキーの活躍以降に、多くのニジンスキーの産区や子孫が輸入された、直系子孫についてはニジスキー系を参照のこと。ニジンスキーは1984年に、低腰炎を患っていたが、1992年4月15日、低腰炎の症状が悪化した上に、急性リンパ節炎を発症して立ち上がれなくなり、 翌日安楽死の処置が取られた。遺体は、クレーボーンファームの敷地内に埋葬された。死後、残された3区であるラムタラが、ニジンスキーのなし得なかったヨーロッパ三大レース、ダービーステークス、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークス、凱旋門賞制覇を無敗で達成している。ハンアネフルール、父ビクトリアパークは、 現役時代に参照し、母としてエプソムダービーなどを買ったザミンストレルを生んだ。全、弟ミンスキーはアイルランドの2歳チャンピオンとなった。後に日本に種ボバとして輸入されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。